小田原。この時間は小田原市民会館大ホール壁画の記憶展開催のお知らせをお送りします。お話を伺いしますのは文化政策課の諸星さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このほど3月2日から残す、つなぐ、よみがえる小田原市民会館大ホール壁画の記憶展という、企画展が開催されるということなんですけれども、これはどのような展示になるんでしょうか。はい、小田原市民会館なんですけれども、三の丸ホールの開館に伴いまして2021年7月に59年間皆さんに親しんでいただいたんですけれども閉館をいたしました。もう間もなく解体が始まるんですけれども、この大ホールのに入りますと、その正面にあった壁、1階は赤い、また2階に上がると青い壁があったんですけれども、これが実は壁画の作品だったわけで、これを改めて市としては作品として一部ですけれども保存をしていくことが決まりましたので、これに関係する資料の展示、壁画自体も一部を残してますので、その展示をさせていただくという企画になります。はい、壁はやっぱり何度となく見てますけれども、まさか壁画だったとはっていう市民の皆さんも多いかと思うんですが、この壁画が再発見された経緯などあったんでしょうか。はい、一部の職員などには作品だという認識は あって語り伝えられていたようですけれども、一般の市民の方からは完全に忘れられてたと思います。で、小田原ミュージアムプロジェクトという団体が、市との共同事業で市民会館の美術作品をいろいろお調べいただいたことがあったんですけれども、その時に安城西村というローマ字のサインを発見して、改めてこれはこの作品について注目されるようになりました。はい、こちらが保存されることになったのはどういった経緯だったんですか。そうですね、その西村さんがどういう人なのかとか、この壁画がどういう経緯で描かれたのかというのが記録があまりありませんでしたので、それを調べていくうちに、西村康四郎さんというのが、主体美術協会の設立に関わった、画家であることが改めて分かりまして、それから、その壁画そのものについて保存修復などをご専門としている東海大学の田口先生などにお調べをいただいて、基本的な調査をしていただいた上で、やはりこれはこの、重要なもの意味を持つものなので、保存をした方がいいのではないかという提言をいただき、市としてはそれで保存をする方向を決めたということになります。はい、さて、今回のこの企画展なんですけれども、ボリューム2となっていますね。はい、そうですね、第1弾は昨年の12月に三の丸ホールのギャラリー回廊でやらせていただきました。はい、今回2回目ということなんですけれども、前回とはどう違うんでしょうか。そうですね、前回も壁画全体を一望できるような大きな写真を出したり、あるいは壁画の、修復ができた一部分について展示したり、あとは保存修復のプロセスをご説明するパネルなども展示したんですけれども、今回は前回間に合いませんでした2階部分の青い壁画の修復がなったものですから、保存できる壁画の4点、1階が2点、2階が2点を展示させていただくような形になります。またプラスして西村さんの壁画以外の作品ですよね、遺作となりました海図というちょっと大きな油絵ですとか、そういったものが改めて確認できましたので、それをお借りして展示をしたり、あるいは文学全集などの挿絵をたくさんお書きになっているので、その原画を一部展示をすることができました。またあと一つのトピックスとしては、三の丸ホールのドンチョウの原画をお書きになった日本画家の吉澤和夫さんが、やはりこの市民会館の壁画に非常に感銘を受けられて、オマージュ作品をお作りになったんです。
壁画の部材をお使いになっての作品なんですけれども、それをまた展示をさせていただくことには決まりました、うん、そちらもぜひ拝見してみたいですね。はい、そうですね。はい、でまたこの期間中にはトークイベントなども行われるということですね。はい、専門 の、 東海大学芸術学科の田口香里准教授が、講師となりまして、壁画の、保存修復のプロセスなどについて、研究された成果を詳しくお話しいただけます。でこちらは事前申し込み制になっておりますので、はい、11日の土曜日14時からの 開催なのですが、文化政策課の方にお電話でお申し込みいただければと思います。はい、またギャラリートークは当日お越しいただければ、12日の日曜日、はい、1回目が11時、2回目が14時から、展示室にお越しいただければ、スタッフがご案内してご説明をさせていただきます。はい、ね、冒頭で諸星さんもおっしゃっていましたけれども、もう間もなく市民会館が解体されるわけですよね。 でもこうした形で、壁画の一部が残る、はい、とても形に残るというのは嬉しいことですね。そうですね、当時の、はい、文化に対する非常に高い関係者の意識がまた三の丸ホールに引き継がれていければいいなというふうに思ってますので、うん、はい、そういった意味でも吉澤さんが関わっていただいたことも意味があることかなというふうに思いますので、懐かしんでいただくと同時に、未来に向けての何かこう糧になればということで、ご覧いただければと思います。はい、広報だわら、この時間は3月2日から始まります小田原市民会館大ホール壁画の記憶展についてご紹介いたしました。諸星さん、ありがとうございました。ありがとうございました。広報だわら、この時間は生命の星地球博物館ミューズフェスタ開催のお知らせをお送りいたします。お話をお伺いしますのは地球博物館の学芸員西澤さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて今日はですね、小田原市龍田にあります神奈川県立生命の星地球博物館にやってきました。こちらを会場に、この地球博物館が主催する年に一度のお祭りミューズフェスタが3年ぶりに開催されるということなんですね。改めましてこのミューズフェスタとはどのようなお祭りなのか教えてください。はい、このミューズフェスタはですね、毎年3月に、行っている、館の、開館を祝うお祭りでございまして、地域の皆様、それから来館していただいた皆様にですね、日頃の感謝を込めて、博物館に親しんでいただける、そんな企画を、たくさん用意しているお祭りです。今年はですね、3年ぶりの開催となりまして、3月の11日それから12日の土曜日日曜日2日間の開催となります。はい、ね、久しぶりの開催ということですから皆さん心待ちにされていることでしょう ね。はい、このミューズフェスタなんですけれども、今回はどのようなイベントがあるんでしょうか。はい、例年と同じくですね、博物館に親しんでいただける、そんな企画をご用意しております。今年はですね、小田原市の郷土文化館さんの出張展示、それからですね、恐竜の折り紙を作るようなワークショップ、それから箱根ジオパークさんも出展いただきまして、岩石標本を作るようなそんなワークショップ、数々ご用意させていただいてます。はい、それからですね、このフェスタの開会期間中にですね、企画展も同時に開催しておりまして、スーパー普通主展という企画展を開催しております。こちらはですね、博物館の標本資料ですね、それから学芸員の研究の成果、そういうものを通して日頃目にするような生き物たちですね、そういったものの展示をしております。ぜひ、ね、こちらも無料で観覧できますのでご覧いただければと思います。はい、スーパー普通出展、はい、すごい面白そうですね。そうですね、本当に身近な生き物たちを展示するというコンセプトです。はい、さあ、そしてその他にはどのようなものがあるんでしょうか。はい、その他にはですね、講演会を日ごとに2つ違うものをですね、ご用意しております。1日目はインクルーシブフォーラムという名を打ちまして、今後の博物館を考える、そういったテーマで専門家の方々も交えながらフォーラムを行います。次の日ですね、その日はですね、今度は箱根ジオパークの10周年記念公演と銘を打ちまして、当館館長の平田大二が
これまでの博物館も連携しているんですが、ジオパークの取り組みについて振り返るような、そういった講演会になっています。でこちらの事前申し込み制でございまして、博物館のホームページからですね、フォームに従って申し込みをしていただければと思います。はい、この2日間は、入館料が、無料ということで、はい、それでございます。はい、こちらこの2日間に限りましては、常設展示が、無料となります。はい、それからもともと企画展示は無料なんですが、こちらも、同時に無料で、ご覧いただけます。はいね、ぜひこの機会にお気軽に遊びに来ていただきたいですね。はい、はい、それでは改めまして、番組をご覧の皆様にメッセージがありましたらお願いいたします。はい、博物館の、ミューズフェスタ、2023、3年ぶりの、開催になります。ぜひこの機会にですね、ご来館いただきまして、博物館に親しんでいただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ミューズフェスタね、お子さんはもちろんなんですけれども、付き添いで来たつもりの保護者が多分すごい楽しいですよね。そうですね、例年本当に大にぎわいで、ぜひ、この機会に遊びにいらしてください。広報だわら、この時間は3月11日12日の2日間開催されますミューズフェスタについてお知らせいたしました。西田さん、ありがとうございました。小田原市立病院は病院建て替え工事に伴い駐車場を縮小しているため、市立病院周辺が大変混み合っており、ご迷惑をおかけしております。混雑解消のため無料の臨時駐車場を開設し、北玄関前で乗降できる送迎バスを運行しています。詳細はホームページまたは広報だわら1月号をご確認ください。またタクシー乗り場は売店横の北玄関前になっています。工事に伴いご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。